The Next Future テンガウィップホール。革新的な技術で常識を覆すテンガから繰り返し洗って使えるホールがついに登場。気持ちよさと使いやすさを両立させる新テクノロジー満載のホールで、あなたの常識を再び覆します。ホールの特性を生かしつつ、ホールを超える快感を。研究を重ねたどり着いたのは世界初のフリップスタイル。従来の構造では不可能な複雑に絡み合うディテールを実現しました。さらに2つに開くフリップスタイルだから内部の洗浄が簡単、しかも乾かしやすく衛生的。繰り返し使うものだからこそ常に清潔でありたい、この当たり前の気持ちにテンガが答えを出しました。最先端のテクノロジーを駆使して開発されたフリップホール、その内部をご覧ください。まず挿入して最初に現れるのがこのクリックオーブ。小さい球体状の突起がクリック感のある刺激を与え、快感への扉を開きます。次に両サイドから押し寄せる快感を生み出すのがサイドディブ。階段状に刻まれたエッジがシャープな刺激を演出します。さらに奥へ進むと現れるのがこのウィングゲート。大きなリブでしっかりと加え込み、主張のある刺激を与えます。同時に快感を与えているのがこのクワトロウェイブ。寄せては返す波のような刺激が行方にも重なります。そしてホールの一番奥に待ち構えているのがこのエンドオーブ。圧倒的な存在感で先端をしっかりと刺激します。フリップホールの使い方は、まず最初にスライドキャップを本体から外し2つに開きます。次に挿入口と内部にローションを塗り、本体を閉じたら反対側からキャップに差し込み固定します。これで準備 OK。 挿入口から挿入し、最先端のテクノロジーがもたらす快感をお楽しみください。さらにフリップホールは内部に浮遊するプレート、フローティングパッドを搭載。フローティングパッドへの力の入れ方で刺激をコントロールすることができます。プレート全体に圧をかければ内部のバキュームポンプが働き、吸い付き力がアップ。挿入部側へ圧をかければ締め付けが生まれ、ヘッド側に圧をかければ先端部への刺激が強くなります。使い終わったらキャップを外し、本体を開いて水でよく内部を洗い流してください。ハンドソープなどを使えばよりしっかりと洗えます。洗い終わった本体はスライドキャップに置いて乾かしてください。通常のご使用で約50回繰り返し使うことができます。さらにテンガはフリップホールの快感を最大限楽しむための3タイプの専用ローションを開発。それぞれ特性が異なるので、使い分けることにより得られる使用感が大きく変わります。ソフトな絡みつきを楽しめるまったり濃厚なマイルド、成分分析で再現された本物に近い使用感のリアル、ホールの細かいディテールまで楽しめるはっきりとした刺激感のワイルド、あなたの好きな快感をお選びください。気持ちよさと使いやすさを両立させたフリップホールとホールローション、あなたの常識がここから変わります。